人生の生きる目的は楽しく快適になるべく辛いことを避けていきたいですよね。だから稼ぐために行動して、行動できれば稼げてものすごくお金も使えるし余裕ができるし快適な人生になりますけども、でも行動できない人が行動しなくちゃ行動しなくちゃと思うと、それが負担になって嫌になっちゃって、一体何のために行動するのか分からなくなってくるっていう関係はありますよね。だからどっちから逃れたいのか、どっちに手を伸ばすのかっていうところじゃないかなと。どの苦痛がより耐え難いのか、どの希望が自分にとっては手が届くのか、まあそんなところですね。まあ年齢によっても状況によっても変化すると思いますしね。いつまでもバカやってらんねえよと思っておとなしくなる人もいれば、そろそろこの辺でエンジンかけるかっていう感じで思い立つ人もいれば、人生いろいろ。いってらっしゃい。